福照防災ラボです。地域密着型の気象防災情報発信基地防災ラボでございます。はいえー、明日は11回目の3月11日、うん、あの震災からですね、はいえー、予報がどうなるのかという話、そして来週の菅野戻り予報う少し修正したいと思います。はい、桜開花予報だいぶ見えてきました。うん えー、楽しみですね、えー、この前4月5日だったんですけれども、はい、さあ、どうなのか、最新情報、まずは皆さんからいただいた季節の便りでございます、はい、まあ、皆さんの便りで春を感じることが多いんですけれども、はいえー、まず朝、早起きは三問の得ですね。すごいでしょう、はい 意外とこの時期の朝日、夕日って綺麗なんですよ、なぜかというと、ちりが結構あるんで、赤く染まることが多いんですよね、ほこりが多いんで、だから日もあも晴れますから、朝焼け写真、夕焼け写真、大歓迎でございます本当、美しいですね、送ってきてください、そして会津若松、午前10時の段階で5度まで上がってきました、この天気で屋根の池、消えるかなということなんですが、だいぶ少なくなりましたね、日差しもたっぷりありますね今日一つ朗報がありましたね。 会津若松会津盆地、今日今年初めて10度以上、2桁、だっ桁今年初めて春日ということになりまして、はい、おめでとうございます、気温の春もやってきたということですね、はいえー、そして気温の春がやってきて、チューリップの芽がだいぶ伸びてきましたす,くすく育ってますねで私、個人的に嬉しいのが、はい、香り嗅いでみたいな。 人蝶毛が開花した。人蝶毛、売れそうですね。いや、これね、結構福島の皆さん、金子さん沖縄だから、あんまり人蝶毛。ないです。ね、ないですよね。で、やっぱりあの関東とか福島の方も含めてですね、この人蝶毛の香りを、こう買う、買うとですね。うわ、春が来たな。香りの春ですよね。季節の花なんですね。えあのまた香り嗅いだ方いたら、教えてください。そして、これも春を告げる花なんです。スノードロップの花がいっぱい咲いてます。綺麗、可愛らしい。可憐ですよね。 えー、さて、明日は3月11日でございますガねコさんはあ、えー、の時を沖縄にいまでね。ねなので、うん、あの福島のこととかあの東北のことちょっとあまり当時は知らなかったと思いますけれども、ね、こんな様子になったんです、これ地震の直後に福島の駅前ですよ、人が多い駅から皆さん出てえ駅構内入れなかったんで、うん、ご覧のように連絡を確認しております。 そして、ね、この日の天気なんですが、ほら寒そうでしょう、ね、急に北風が吹いてきたんです、あの日はとても寒かったですね、うん、震災で近所の瓦屋根が崩れ落ち、次の日はそのがれきにうっすら雪が積もりました、実はこちらご覧ください、3月11日、あ,<っ>あの日からですねずっと冬型の日が多くなってる、い寒いんですねずっとどういうわけか、あの日を,、うん、の日を忘れるなというワンばかりにです、ね、寒くなることが多いんです。 今年はどうなのかだって3月11日って普通、春じゃないですか、どういうわけかですね震災から冬型になることが多いんだけれども、下の天気図です南に高気圧、北に低気圧、空気っていうのは高いところから低いところに流れますから、南風が吹くんですよ、つまり明日は暖かいか寒いか暖かいそうなんです明日の3月11日は春型気圧配置と。 いうことになりそうですね。まああのコロナなのであの式典とかはね最小限だと思いますけども、外でですねあの祈りを捧げる方にとってはですね非常に穏やかな一日になるのかなと思います。外に出られる方、花粉気をつけてください。花粉情報なんですが、こちら見てみましょうか。ツイッターいただいておりますこちらです。あこれ洗車のタイミングがわかりません。洗った次の日は必ず雨だったり強風だったり。 そうなんで花粉情報の前にこれをツイッター紹介したのかというと今、あんまり洗車のタイミングじゃないんですよ、なぜかというとこちらでございます雨が降らない日は花粉が飛んで、花粉がが飛ばない日は雨降るどっちもあんまりよくないです、あ明日は雨は降らないんですが、花粉が飛びそう、水管運発生源の分布、最近皆さんに紹介しています、これ、頭に入れておいてください、南の方が多いよね、いわき周辺が多いよね、で明日春型気圧配置なんで、こういう風向きです。 なので、はい、茨城とか県南の方の花粉がどっちに行きますか岩木、うん、のそう浜通りとかに行く<お>白川に行く、はい、だから氷山以南で花粉が大量飛散するというそういう予報になっておりますだから福島とかはまだそんなに大量飛散じゃないかなと思いますよ明日の天気です、えー、午前中少し薄いベールの雲がかかりますけれども、はい、次第に青空が広がってくるということになりますあ今日10度で 大喜びしていた会津の皆さん明日13度さらに上がるさらに上がるうわー春満開だなっていうのを会津盆地の皆さん会津盆地だけじゃなくて奥会津もただ身10度だからすごいですね暖かい屋根の上からゴソッと雪が落ちてくるかもしれないちょっとそこは気を付けないとですねそうなんですその天気をつけてください中通りの北部ですえー明日うわーすごいすごいでしょはい17度ですよ今年一番暖かい一日になります ただしあの空気がカラカラです。うん、あの山とか散歩に行きたくなると思いますけれども、はい、花粉症とそれから火の取り扱いに気をつけてください。うん、えー、それから火をね炊いたりあの畑とかに、はい、あのされる方ももしかしたら中にいるかもしれませんけれども、うん、広がりやすいですので、はい、えー、その点気をつけてください。そして中通りの南部です。えー、氷山伊南で花粉大量飛散、うん、ということなんですが、えー、明日は石川で17度まで上がります。すえー、週末にかけてこの暖かさ続きます。はい、そして浜通りです。 えー、この11年でどうも最も穏やかであったかい3月11日になるのではないでしょうか朝は冷え込みます、はい、さあこういう質問をいただいております、はい、雪解け進んで合図もやっと春の訪れを感じられるようになりましたが、はい、もう雪はいらないですまだ雪の降る可能性は <laughs> そして桜はいつ咲くのかこれについてお伝えします